熱量があるんですね、自分的に。こうなんかもう一回やり直すと、なんかその時と同じこうテンションっていうか気持ちで歌えない感じがして、多少トラブルがあっても、気持ちでこう押し切って歌っちゃうようなところがあります。なのでちょっとお聞き苦しくて本当に申し訳なくて、キーが合ってたらね、もうちょっとうまいこと歌えたと思うんですけれども、またリベンジさせてください。今日これやっぱり歌いたいなと思ってたので、ちょっとお聞き苦しくて申し訳なかったんですが、頑張って最後まで歌いました。高くなったり低くしなったりね、しながら歌っちゃいました。これまたセーラー服で歌いたいですね。送る言葉聞いていただきました。またリベンジさせてください。人は悲しみが多いほど人に優しくできるのだから、初めて愛したあなたのために飾りをつけずに送る言葉